はい、どうも、レイです。ピクミン3デラックス。前回サイドストーリーのオリマーの冒険をやっていたんですけども、本日は本編戻ってきまして、ストーリーの方をやっていきたいと思います。続きですね。完全に続き。悲しき獣の塔、そう、この塔をね、まだ行ってないからね、サイドストーリー、塔ができなかったんじゃないかなと。もうちょいやってからじゃないと、サイドストーリーは続きね。うまくいかないと思うので、ちゃんと最後までいかないと思うので、このまま本編続けちゃいましょう。で、確か、食材はすべて手に入れたのかな？手に入れたなよ。完全新しいとこだね。と。うわ、緊張してきた完全に新しいとこだ。悲しき獣のと。いや、今日はラーメン食べよう。今日は油そば食べたいな。油そば食べよう。ピクミンやってると時々お腹空くんだよな、なんか。どっちかなんだよな、お腹がいっぱいになるか、お腹が減るか。お腹がいっぱいというか、なんか食べたくなくなるかな。キャプテンオリマーからの電波か、マジか？ここで音信が普通だったから、ルイさんの話が正しければ、ここにいるってことだ。本当なのか、ルイの話は。とりあえず、捕まえてるんでしょ？今、この中にいるんでしょ？出していきます。20匹ずつ。出すの大変だけど、20匹ずつ。はい。これ全色選択できる。すごい。今みたいにやらなくても出せるってこと。とりあえず新しいとこ来たので全員でじゃあ行きますか。マップ見ると、あれ遅刻ね？しかもちょっと左から行こうか。なんか出てきそうな大きさなんよな。これ。チャーリー。チャーリー、ブリトニー。うわ、怖い。いや、でも何もいないぞ。今のところ。いや、ホラー穴があるだけだ。いや、何もいないぞ。逆に怖いな、これ何もないのが。逆側は？こっちか。こっちはどうだい？敵も誰も何もいない。あ！なんかある。塔の上に金色に輝く物体を発見した。きっとものすごく高価なお宝に違いない。早速明日探検に行くことにしよう。いつも無口なはずのロイ君がなぜだか行きたくないと拒んでいるか気になるが。あれ？さっきさ、ここまで来てさ、音信不通になったじゃん。なんかあるな、これ多分。上登るのかな？うわ、これなんかあるな、絶対。敵誰もいないぞ、だって。あ？オリマー！オリマーだ！これで音信不通になったんだ。あの金ピゲのやつなんだ？あいつ。なんか、あ、ドッスンみたいなさ、あの、2で出てきたドッスンみたいなやつ。なんかちょっと似てない？うわ、やった、こいつ嫌い。あの、ローラーのやつかも、アメ坊主かもしれん。これやだ。え、助けに行かないとまずくない？俺今。これは、大丈夫か？助け来たよ、みんなで。あーあーあああ、オリマーが吸われちゃった。オリマー食べられちゃったよ。まだ間に合うわって言ってるけど、これもしかして戦わなきゃいけない？俺はこのこと、このよくわからない物体と戦わなきゃいけないの俺は。じゃあ紫投げとくか。オッケーオッケーオッケー。紫ならなんとか、倒せるか。いった！生きてる！運べるか？赤ピグミン？助けてあげて！ピグミンたち、いつもと違って行き先を迷ってる感じだな。どうして？誰かが誘導した方が良さそうだな。ブリトニー。ブリちゃん行く？ OK。チャーリーとキャプテンはこの先に行く。よし、じゃあブリちゃん任せていいかな。ピクミン、オリマを運搬しているピクミンを先導せよ。ピクミンの先導の担当はブリドリー、チャーリー、アルフの順番。え、順番なんだろう。あら、え、ブリちゃん先行っちゃったけど、このまま行けばいいのかな。ブリちゃん守らなきゃ。あれ、いないよブリちゃん。
どこ行ったんだ。うわ、なんか、なに、なにこれ。やっぱ帰れなくなった。なにこれ、金のやつ。ひょっとしてさっきのやつの仲間か。仲間どころか、さっき戦った生き物と全く同じ生態反応で、さっきの一部だったのかな。これが本体か。キャプテン逃げようって。透明な敵は無敵。吸収されたピクミンは不要用で救出だって。連れてこない方が良かったかもしれない、ピクミン。こんなに。とりあえず逃げよっか。今のとこ普通に、逃げれるぞ。あ、ブリちゃん。ブリちゃんどうした？ブリちゃん先導してもらうか、じゃあ。謎の金色な時は攻撃が有効。ってことは、後ろから来てるってこと？ブリちゃん。今んとこ大丈夫だね。はい。後ろから来てないぞ。大丈夫だ。これでも壊しとくか。ブリちゃんじゃあ攻め入れようか。あ、来てる。これもしかして。あ、来てる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 な。来てるな、これ。これさ、倒さないといかんな。後ろ来てる、来てるな。まずい、まずい。倒しつつ先導しなきゃいけないのか。あ、消えてった。やばい、来た。くそ、ちょっと食われた。みんなで、まだ生きてる。こいつずっと生きてたのか。やばい、先導しなきゃ。オリマ運べ、オリマ、オリマ、オリマ、危ない危ない危ない。どうした？ブリちゃんついてきてもらおう。やばい、早くオリマ運んで。早く。あ、むずいこれ。行くしかない。ポスト行くしかない。これなんだ？これ増やしていく必要あんのか。ちょっとここで戦うか。今日は恐ろしい夢を見た。原生生物にやられた私をピクミンたちが鬼を追い運んでる夢だ。今のことや。運ぼう。いった。いたた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 た。ちょっとオリマー運ばなきゃまずいんじゃないか。なんか蘇るぞ、敵。ピクミン。食べられないようにね。吸われて、あ、俺も吸われちゃった。やべ、壊れた。食べられちゃった。これ攻撃しないとまずいのかな。てかめっちゃ食べられてるぞ、ピクミンたちが。ちょっとやばいやばいやばい。岩連れてかないと。どこ連れていくんですか、俺たちを。俺たちの、ドンを。どこ連れていくんですかね。ねえ、ちょっと。危ねえ。危ねえ。ちょっとみんなで運ばないとまずいね、これ。あ。待って、これ、蘇ってる時間がある。待って、これね、時間やばいぞ。埋まってるし、多分あれ、蘇るから。ちょっとみんなでここから持ってこなきゃまずいな。寄り道してる場合じゃない。でも一応、持ってきた何が出てくるか。気になるな、これ。あー、爆弾いいね。爆弾大事かも。爆弾大事だ、ちょっとみんな。爆弾大事だからちょっと取ろうか。爆弾取ろうか。オッケーオッケーオッケー。で、復活する前に先導しよう、これ。
なんか戻ってきて。20キロ何これ。持てないよ。黄色に追いつかれる前脱出ルートを獲得しなきゃだって。まずいです。そろそろ金色く、あ、これか。これか。あ、来てる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 、金色来てる。来てるよ。ビリー頼む。ピクミン。吸われちゃうからな。やばい、持ってくるやつがいる。まずいぞ、これ。これまずいぞ。一旦逃げつつだな、そしたら。一旦逃げつつだ。で、この子たち、戦っとかないとまずい。脱出ルート確保しなきゃ。壊しといて。壊しといてください。金色来てる、金色来てる、金色来てる、金色来てるよ。一旦こっち来るか、みんな。一旦こっち来い。オリマンやばい。オリマンやばい。オリマンやばい。よし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 。黄色今無敵なのか。こんな時間に追われるのはあのサイドストーリーやってなかったらやばかったな。早く。ダメだ。ダメだ。まず一回ぐるぐるしよう。逃げて。危ねえ。危ねえマジで。オリマ。オリマ。逃げて。危ねえ危ねえ危ねえ。で、結局これどうやって運ぶんだ。なんかオリマー忘れちゃってるな。一旦これ爆弾で壊そうか。よし、爆弾で。オッケー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 。大丈夫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 。これでなんとか。なんかついてきてるけど、やべやべやべ、来てる来てる。戻れ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 。爆弾取ろう爆弾取ろう。お花くんはもういいや。一回これ早く取って、取ったら集合、取ったら集合。逃げるよ。オリマー、オリマー忘れてる。オリマー危ない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 。オリマー忘れちゃダメだって。一番あ、食われてる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 。なんか出てきた、なんか出てきてる。やばい、めっちゃ食われてる。あいつら消化早いぞ。なんか上にいるのもめんどくさいし、これ。なるほどな。やばい、やばい。あ、オリマ、あ、オリマ忘れちゃった。オリマ忘れちゃった。まずい。まずいまずいまずい、ごめんごめんごめん。俺オリマーを忘れていた。俺らは、あー待って、スーナスーナスーナ、オリマーを返してもらおう。オリマーを返せ、オリマーを返せ。これ今いないときつい。今だけは死んじゃダメだ。ええ、ファイヤー、ファイヤー待って、ファイヤーまずい、ファイヤーまずい、ファイヤーまずい。そんな技あったのか。じゃあ赤で行くしかないな。あ、終わった。よし、このまま続けよう。打撃打撃打撃だ、打撃だ。あ、終わった。よし。いや、この間にさ、ここのさ中入ってさ取ってきてもらおうか。そうしよう。集合、戻ってきて戻ってきて戻ってきて、みんな戻ってきて。ブリちゃんでもう先導するしかないので。いや、これまだ中にあるぞ。
やばい、そろそろ蘇る。まずいな。これも入れるか。まずい、また戦わなきゃいけないのか。これ作んないといけないもんね。行くしかないか。あー、復活する。あー、あいつ復活するぞ。来るぞ。来るよ。来たよ。終わった？終わった。戻ってこい。あ、ピグミンちょっと座れた？あ、待って、オリマン！オリマン！もうせっかく今行ったのに。何度食われるんだ、あいつは。もうまぁ、みんなで。みんなで突撃。そう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 。爆弾もうまく使えそうだけどな。投げまくるか、とりあえず。ここの通路に一回入れとこう。はい。はい、OK。で、赤ピクミンで、ホリマ運んで。OK。なんか毎回忘れがちだから、ちょっと忘れないようにしないと、オリマー、そのうち気づいたらいなくなっちゃってる可能性があるから、橋できたんじゃないか、そろそろ。そろそろ橋が。お、なんかいる。行ってこい。この先なんだ。どうやら私は金色に輝くこの謎の生命体に気に入られたらしい。危害を加える予算ないがどういうわけか私は話そうとしない。昔からよく犬には懐かれていたが、まさかこんなお宝みたいなやつに、う、眠い。強制スリープモードにされてる。そろそろ動くかな。あとなんかこっち繋がってないか。何？あ、マジか。あいつらいんのか。こっち繋がってるぞ。え、なんかあいつらのせいでめちゃくちゃ食べられたぞ。どうしよう。青ピク。投げまくるしかないよ。オッケーオッケー、投げ込んだら倒した。そろそろ来るかな？あー、こうやって置いてかれちゃうんだ、奴らは。持って持って。あー、来ちゃった。あー、どうしよう。ぐるーって回るしかないな。ちょっとピクミン追加しよう。10匹に。これで、一回距離を離して、青。オリマはどこ？オリマいた、オリマいた、オリマいた。これで距離を離して、やべ、時間もないぞ。え？そんなことある？時間。ピクミン他どっか置いてきてない？あ、ここに置いてきてんじゃん。取り行く時間もないぞ。うわ、どうしよう。うわ、どうしよう、これ。取り行く時間ねえよ。この先なんか怪しいって言われてる。行くか。この先だ。怪しいって。なにこれ。3人戻ってきて。よし、爆弾。いい感じ。この壁破壊することができれば、この迷宮から逃げ出す時間はかなり短縮だって。オッケー。ただね。本当に逃げていいのか、右側に。いけそう？あれ、オリマーは？いた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 。いけるか？いける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 。爆弾取っといてよかった。この先なんだろう。あ、上に行けますよ。こっから。あの黄金が来る前に。え？え？え？待って。オリマー持ってちゃいけないのかな？
やばいよ、そろそろ来るんじゃないの？あいつが。あ！また捕まった。逃げても逃げてもこの塔の屋上まで連れてこられる。その度に私の意識は遠のき、一日が終わる。いつになったらこの悲しき獣は私を解放してくれるのだろうか。無限地獄って言ってる。え？無限らしい。でもどうすればいいんだ？あいつが来たら。まさか。やべえ、来た！あいつ来た！どうすればいいんだ？戻ってきちゃったけど。戻るしかないのか、そしたら。やり過ごそう。うまいこと。はい。よし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 。うまいことやり過ごすしかないなぁ。あれ、逃げ場なかったよ。あれ？あそこ登れないのかな？ちょっとこのまま、また連れて行くしかないぞ。まずい、時間がないよ。オリマー。オリマーを上に引き渡す時間がないよ。どうするよ。ハリアープだって、ほら。忘れてるピクミンたちを、ここからね、呼び寄せるしかないじゃん。この先繋が、あ、上から、上から行けるね。ただ上に行く道がない。これピクミンどこに忘れてきたっけ、他。こっちか。一応俺今来てるよね。ついてきてくれてるよね。この道ちょっとさ、あれ？あ、わかった。この道、右の道をさ、作っとこうよ。このハリアップってなってるから。ピクミン数匹、置きっぱだから。オッケーオッケー、道つなげといてよ。オッケー。で、オリマーも来てて、ピクミンたちどこに置いてきちゃったっけ？あの子たちだけ拾いたい。かわいそう。右側か？いないな。あ、この10匹かな？運んでる10匹。多分。多分そうだな。そしたら、どうすればいいんだ？これどうすればいいんだ？こっちの道は？こっちの道は？こっちは？こっち行ってないね。ほら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 。合ってたんだ。足元もよく見えない場所で私は見覚えのある植物を発見した。私の記憶が正しければ、これは強い光を受けると花が咲くと言われてる。花？これか。これだな。強い光、これ爆弾ってことか。はい。違うか、まあ、とりあえず10匹これはそうだな、一旦回収しよっか。オリマーここに置いちゃってていいかな、大丈夫かな。一旦じゃあこれで一日は終わるけどオリマー置いて帰ろう。一旦帰ろう。置いていっちゃった。うわ、一日じゃ無理だったか。むずっ。いや、一日じゃ無理だったか。ちょっと次リベンジだね。一個なくなっちゃったけど。まあ、でも時間短縮できるようになったので、次からいけるだろう。あそこからね。うわ、減っただけだ。19匹いなくなっちゃったけど、まあ、なんとかします。僕が、なんとかします。いやー、あんな気持ち悪いやつ出てくるとは、思わなかった。紫ピクミン、岩ピクミンか。岩ピクミン大事だな。
26日目、ここで、26日目で、うまくいくかな。危険だったけど。てかあれ、ボスかな、ラスボスなのかな。そんな進んでる感じはしないけどね。あれ、ラスボスか？ちょっと全部持ってきます。行こう。もう一回、リベンジ。リベンジマッチ。本当にリベンジマッチ。はい。ここ登って。あ、いた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 。結局ここに戻されちゃうのか。で、ここから上に運ぶこともできないんだもんね。で、あれ？あれ？あ、いた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 。ここスキップしてるからどうなってるかわかんないんだけど。後ろ来てるね。ちょっと10匹で運ぼっか。遅いから。で、ここが時間短縮になるから、こう繋がってんの楽だ。来てる？ポリマン来てる？来てる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 。頑張って運んでる。で、こっち。なんでこんなに好かれてんだろう、俺今。この光結局何なんだろう。わからん。ただこの先行くには、青ピグミを連れてかないと、話にならんな。で、この子たちは回収しとかないと、多分食われるので。オッケーオッケー。強い将棋、こういうことか。こういうことか。大丈夫だ、そしたら。こういうことか。わかったわかったわかった。ちょっとじゃあ、負ける人なかったな。このままブリちゃんたち持ってって、これも光るのかな？それは光んないか。あ、みんなで行こうか。あいつが来る前に。あとなんか、あるな。運ばなきゃいけないもの。やばい、あいつ来てるぞ。あいつ来てるぞ。やつが来てるよ、やつが来てるよ。え？捕まっちゃった！あ、捕まっちゃったピクミンたち。これ回収、どうしよう。一旦、オリマーさんはいたオリマーさんを、おとりにして、食べさせて救うしかない。捕まっちゃった。ごめん、一回おとりで。どうぞどうぞ。一旦おとりな。いけ一旦な。これ結局何だったの？どこの？どこのやつだったの？あ、ハネビグビンだけちゃんと自分らの使命を果たしてくれたよ。そこ10匹してなるか。よし、電気ついた。あ！よっしゃ。上行きたいね。上にはどうやって行くんだ？やばい、修復してる。奴が修復している。一旦戻るか、そしたら。はい、連れてきて。10匹で運んで。そう、10匹で運んで。あ、いた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 。みんなナイス。戻ってきたんですけど、橋がまだでも途中だな。
ここもライトつけないと先行けないっぽいですね。お、左側行けるぞ。あ、段差があって行けない。どうしよう。で、一人。え、どうしよう。もう段差に上げとくか。え、来たの？来たやん。来たやん。いけ。あ、座れた。結構吸い込まれちゃった。戻ってきた。ポリマー。どうしよう。行き止まりや、ここ。一旦戻るか。ここで戦うか。邪魔だなぁ、あの金のやつ。やはり、ちょっと何匹か連れて行かせるしかないな。黄色を、やばいやばい、追いつかれんじゃない？大丈夫？黄色を連れて行ってもらうしかない。ああ、怖い。この隙間を、渡るけど。まあ、この間に、逃げとくしかないんか。ちょっと逃げとくか。なトイレ行きたくなってきたけど、これトイレ行ってる間にオリマーもう持ってかれちゃうよね、多分。これ、運んでほしい。これがトイレ行ってる間に全てが終わってそうだから怖い。よし。あ、待って、この先行きたいけど2人いないと無理だった。これ行けなかったわ。ここもう1人チャーリー連れていかなきゃ。ねえ、ごめん、ちょっとトイレ行きたい。俺トイレ行きたいけどトイレ行っちゃダメかな。やばい、来てる。トイレ、ちょっと待って、この状態でトイレ行ってくる。ただいま帰ってまいりまして、はい、これどうするかですね。帰ってきたんですけども、追わせてもらいましょう。で、連れていこう。 OK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 。 羽ついてこいよ。羽、羽ショートカットできるのか。羽すごいな。羽は、羽はショートカットできるぞ。で、これ社長を、社長使おう。社長、あれ、行ってこい、二人で。よし、この先。あったあったあった。これ運んでもらおうか、そしたら。行った？どこ行った？こっちから来た。待って、これ、やばい、来る。奴が来る。早く乗っけないと。やばい、来た。奴が来た。これは？どういう状況今。どういう状況？とりあえず逃げつつ、ここに来てくれた、アホピクミンたちを回収して、はい。オリマーさんがやばいって。オリマーさんの方がやばい。こっちがやばい。こっちがやばいぞ。これやってる間にオリマーさんがやばい。キーピーク、キーピーク戻っておいで。そう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 。オッケーオッケーオッケー。この先道ないのか、もしかして。この先行ってないんだな、結局まだ。わかんないんだよな。君たちは、どうするかー。オリマーさんがやばい。オリマーさんがやばいよ。来た？どっから来た？あ、そっちから来たのか。行くしかないのかな。見えねえ。真っ暗で。先が見えねえ。光らせよ。あ？電気をつけて洞窟明るくしよう。ああ、びっくりした。なんかルートが出てきた。なんかヒント押しちゃったみたい。でもラッキー。ラッキー。ルートが出た。
あ、サニーピクミンが必要だ。みんないる、みんないるし、あっちに行っちゃった子はどうすればいいんだ。これ道作らんときついぞ。開いた、開いたよ。開いてどうなる、開いて道になるのか、道になりそうだ。ナイスナイスだけど一旦戻ろう。そしたらブルーってここ旋回して回ろうか。集合、ここで折り返そうか。全員いる、全員いる。7匹これを連れて。あれ金のやつどっから来るの結局。あれあいつどこ行った。あ、ラッキー。まあとりあえず上行けるので、もう連れてっちゃおうか。あいついないぞ今。チャンスだ。消えた消えた消えた。ラッキーロッキー、ロッキー、どっかにピグミン置いてきてるよね。あ、いた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 。そこにも置いてきてるわ。ピグミたちでしょ。おー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 、そこから来るとかで聞いてないんですけど。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。目の前から来たんだけど。そんなことある？目の前から来るってある？社長、それキープ組どこにいますか。これし羽がここにいるのか。あー、どうしよう、どうしよう。一旦話すか。じゃあ場所ブルーティするか。また時間なくなっちゃう、これやってる間に。集合、キービクたちが多分どっかにいるんだよな。橋の上にいるな。ああ、なるほどな。一旦戻って。あいつら気がかりだ。おお、ブラ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 。気がかりだったよ。社長？社長じゃなくて、チャーリーは、ここチャーリーだ。チャーリー回収しまして、あれポリマーは、ポリマー、ポリマーついてきてね。今度登れる、登れない。このままぐるーって旋回していこう。いやでもこれで道作れたはずだから大丈夫だ。この線に沿っていこう。戻ろう戻ろう。チャーリー来てるかな。時間もギリギリだね。本日もギリギリだ。オーケー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 。来れるのかなあれ。心配な。ちょこちょこ後ろ見とかないと。取られちゃったら大変だから。オーケー、この先行けますよ。はい。見つけたわ。ああ、水の、え、落ちちゃった。何これ。待って、やばいやばいやばい。やばいやばい。あ、やばい。爆弾落としちゃった。あ、やばい。どうなるのこれ。どうすればいいのどうすればいいの、あいつ。ブルーってしてる、ブルーとしてるな。うわ、これどうしよう。あそこ、道なかったよ。もう一回。まだ一回オリマーを献上しよう。オリマーを献上します。ここから始まります、僕らの戦いは。一旦献上してから。戻れ戻れ。何これ、核の部分。何これ。何これ。ガラスで割るのか。オッケー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 。今いなかった、どうしてたんだろう。
イワピグミが全部いなかったら何、どうすればよかったんだろう。まあいい。上に上がろう。ここを通らなきゃいけなくて、さっきの道戻らなきゃ。やべえよ、時間がねえよ。大変だよ。オッケーオッケー、道はできてるから、この先だよな。足場がなかった。あの場、足場がなかった。足場作んなきゃいけないのか？一体どうすればいいんだ。あっち電池ついてるもんな。あっちに人投げるんじゃないか。だから、待ってね。ブリトニー。ごめん、ブリちゃん投げよう。あっちに。社長も。エビグミに数匹投げよう。俺らのことは置いといてくれ。ブリちゃんで、ヒーローを使って、大きくすれば、通れるようになるか？なんか道ができたよ。なら？ちょっと待って、どうしようどうしようどうしよう。落ちちゃったらまずいから。え、間違えた。これ、取りたい。あれからどれくらい時間が経っただろう。まだ意識が朦朧とする。本時期の生命体が必要に私を追いかけてくる。もうピクミンもいない。私はどうすれば。うん。また眠気が襲ってきた。どうやら強制スリップ。毎回寝てるな。ちょこちょこ。毎回ちょこちょこ寝てるな。したら戻るんだけど、ピクミンが落ちないようにアルフも戻らなきゃな。これ、一回全部拾ってもらって、オッケー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 。で、こっちの道に行こう。間違えて使っちゃったのはしゃあないですね。ちょっと戦ってもらいましょう。オッケー。お、道も作れてるぞ、ここ。いいよ。ピクミン増やせるよ、ここ。ハリーアップだと何？またまたですか。よそよそ。集合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 。いや、このまま突っ切るか、いける気がする。俺ならいける気がする。一匹いない、一匹いない、一匹いない。ちょっと待って、一匹いない。一匹いない、一匹いない。一匹いない。どこ？一匹いないよ。あ？いやー、やべ、来てる。戻ってる暇なんでね。この先行くしかねえ。この道行くしかねえ。出口だ！見つけたギリギリだ！行けたぞ。行けたよ。来たよ。ほら。行けた。まだ来るの？なんだ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 。誰なんだ君は。え？オリマ食われた？オリマ食われた結局。もうこんな時間がないのに。時間ないのに叩かなきゃいけないのか。なあ。なあ。行くしかないか、もう。うわあ！行くしかないのか。やばいやばいやばい。いや、もう行くしかないのか。痛い！分裂したらかけらを潰せ。かけらを潰せ。かけらを潰せよ。かけらを潰せ。爆弾持ってる子いな、うちのチーム。爆弾いるよ。水だってやばいよ。水はまずいよ。水はまずい。水はやばい。水はやばい。待って、爆、なん、どうしようこれ。くそ、くそ、これ戦ってる最中にこんな、やべ、
やべちょっと戦ってるのに今。ねえ。ボスなんですけど、この時間。ちょっと待って、やばい、なんか吸収されたんだけど。一回回収しよう。一旦回収しよう。一旦この状態で日にちが待とう。どうなればいいんだこれ、どうすればいいんだ。え、何が起こるのこの後。倒せなかった。大丈夫かな俺今。ずっとあの中いるけど。大丈夫かな。結構グダグダしちゃったからな。今日も。まあ、多少減ったでしょうね。10匹か。まあ、今まで増やしてきた分、だと思えばいいんだけどさ。ポリマーサーを取り込んだ謎の生命体は巨大な人型へと進化した。僕らに残された道はただ一つ。あいつ、ラスボスかな？あれ？ラスボスとかあんのかな？まだ続きそうなイメージあるんだけどな。読めないぞ。どこが終わりなのか。さあ、27日目。まあ、本来だったらね、終わってますからね。27日目行く前に。結構やってるってことだ、1ヶ月近く。ってことは、ラスボスの可能性がある。これラスボスかな？いや、ごめん。3度目の正直だ。うん、3度目の正直。全部。全部でいきます。いた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 ！ここだ。あ、この場所で戦ってたのか。まずは様子を見る。ゴンゴン当てて。オッケーオッケー、ゴンゴン当てて。ドスドス来た後に、すごい。吹っ飛ばされてる。よし、いけ。オッケーオッケー。で、これ小さくなったこれを、何、みんなで壊すんだよね。ちっちゃくなったのをみんなで壊して、なんだ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 、あー吸い込んでる吸い込んでる、戻れ戻れ戻れ、分かってきたぞ。そしたらどうしよっか。逃げろ逃げろ、みんなで突撃で、ちっちゃくしたやつを、やばい、お、やばい、炎だ。これはね、炎だから。やばい、ちょっと消えたか。オッケーオッケー、これで倒した。やばい、少しいなくなったけど。今度は電気だ。あちらに、ピグミンだったよね。オッケーオッケー、壊した。もうどんどんちょっとずつちっちゃくなってるぞ。こういうことか。細かくめがけて攻撃だ。そう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 。君たちに壊させて、このドスドスを逃げ切ると。あ、メニューと、飛んだら羽ピグミンに任せろ。飛ぶこともあるんだって。気をつけよう。ドス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 。もうだから、今度はなんだ？こいつはなんだ？次。水か。今度は青ビグミンか。オーケーオーケー。出しすぎると大変なことになっちゃうから。よし。あれはビグミンたちに任せる。で、こっちは紫で。紫で、岩で。あ、吸収される。逃げろ逃げろ。次なんだ？これなんだ？ファイヤーか。電気だね。やべ、ついてきてる、なんか。今までの経験上ね。これビグミンたちに。あ、でもちっちゃくなってる、ちっちゃくなってる。まだ飛ばせないぞ。あ、やばい。やばい、なんだ？なんだこれ、なんだ？いろんなの出してきた。ガラス？ガラスが動いてるな。
ガラスが動いとるね。ガラスは壊せる。ガラス壊せて、なおかつちょっと戻ってもらわないとまずいですね。重なっちゃってるな。電気のところ。君に投げとく。大丈夫か？完全種類。大丈夫か？オッケー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 。数匹倒したよ。戻れ戻れ。次なんだ次なんだ。いっぱい出してたな。水？ガラスか。ガラスは岩で倒します、はい、で水の中は青ビクミンがいきますよ。でそのまま攻撃。お、飛んでる飛んでる飛んでる。いね、攻撃されたけど、でも羽が、羽がなんとか攻撃してきてくれた。本体狙おうって。本体、みんなで本体行こう、みんなで本体行こう。よしよしよし、倒した。よし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 。なんか核みたいなのに、めっちゃぐちゃぐちゃだった最後は。お宝何これ。あ、オリマーだ。お宝じゃない、オリマー食われてたもんな。猫も泣いとる。あ、オリマーと喋ってる。今までのカクカクシカジカと多分内容全部話したんだろうな。立派だな、オリマー。ルイは私の仲間なのだか、不器用なやつでね。後できつく言っておくから許してやってくれないだろうか。うん、いろいろ困っちゃったけど、いいよ。あ、ドライブキーもしかして。あ、ワンプドライブキーだ。やっと帰れるようになった。食料もね、いっぱいあるし。オリマーめっちゃいいやつじゃん。キャプテンオリマー、これも何かの縁だ。ホコタテ製は帰り道だし送っていこうか。ありがとう、助かるよ。宇宙船が故障して困っていたんだ。やっぱりあのさっきこの間の宇宙船はそうなんだね。ルイがご飯ご飯言っとる。てか、ルイ脱走してきたな、多分。でも、これで晴れてみんなで帰ることができる。よかったー。あ、ピクミン！これが本当の別れだと彼らも察してるんでしょうか。うわー。待って、終わりでっか。そんなとこまで来てたのか、俺は。もう全クリか、これ。さらばだ、友よ、みんな。バイバイ、みんな。最後は、共にね、みんなの力で戦ったね。全部のビクミン使ったんじゃないの？まぁ、ちょこちょこやられちゃったけど。でも、頑張ったよ。あの子たち、あたしたちがいなくてもやっていけるかしら。そう信じよう。それに、我々には待ってる人たちがいる。さあ帰ろう。ラジャ、ワープ後方に入ります。ワープドライブ、もう俺読まなくても多分みんなしっかり読んでくれそうだし。うわ、終わった。なんか聞こえてくる。これ英語かな。一応読もうか。こうして彼らは任務を完璧に遂行した。大量の食料資源を手に入れると同時に究極の計画性を身についた彼らは故郷の星の救世主なのに違いない。彼らの指導によって計画的な栽培と収穫を繰り返し、回収した果実の種はまた新たな国際性の資源として生まれ変わっていくだろう。しかしドレイク号がこの星に降りるときに起きた事故の原因は謎のままだ。ひょっとしたら彼らをこの星に引き寄せたのは。確かに、なんで事故ったんだろう。待て、確かにな。まだ、なんでだろうね。事故なした原因がいるってことか。待って、まだ終わってない。ちょっと謎が残るままだ。
一応エンディング流れてきたんですけど、もしかしたらサイドストーリーかな、あるのかな続きが。あ、でも面白かった。いろんなピクミンね、赤と青と黄色は毎回ね一緒で、ワンからね、変わらないメンバーなんだけど、まあ、紫と白はね今回お休みで、岩ピクミンと羽ピクミンが新たな仲間となって、戦友となって友となって戦ってくれました。可愛いピクミン一匹で可愛い、あ、転んじゃった、可愛い、可愛いな、死んじゃうんだよな、でも時々時々食べられて死んじゃうのだけが悲しいけど、でも遊んでるね。飼いたいな、一匹ずつ。すごい、羽ピクミ以外みんないる羽以外みんない、あ、隠れてたのか、チャッピーから、あ、やばいよ、上、おお隠れた、危なかったね。こいつ舌長いな、このチャッピー。初めて見る新種だな。いや、よく隠れてよかったよかった。天敵が多いんだよ、ピグミンの天敵が。あーあーあああ、今度は違う生物に持ってかれ、青ピグミンあのままいなくなっちゃったやん。歌ってる？ピクミン歌ってない？かわいい。エンディングをこうみんなで見れるとは思わなかったわ。3はね、やったことなかったからな。初見だった、完全初見だったんだよね。うん。すごい、みんな歌ってくれてる。いつかピクミンワールドみたいなのもできてほしいな。USJ、ニンテンドーワールドってのができたけど、ピクミンワールドも作ってほしいな。マリオ以外もさ、なんかテーマパーク作ってもいいんじゃないかな。特にピクミン。ピクミン4でしょ？スプラトゥーンも3も出てるし。ピクミン4でしょ？出てるの。ポケモンたくさん出てる、ポケモンワールドも必要。あ、ジ・エンド。かわいいエンディング。こんななんかほっこりするエンディングないぞ。ミッションの巨大生物でアメニュードを射止めるようになりました。サイドストーリー、オリマーの冒険再びが遊べるようになりました。もしかして、なぜあそこに行ったかってのが、あ、探索結果。あ、もうやっぱクリアしたんだ、これで。食材、全部手に入れました。探索、27日目。8時間48分かな？全部で使った時間は。で、ビキニ321匹死んじゃったけど、まあ、まあ無難に、行きましたかね。終わりだ。本当に終わりだ。え、でもさ、なんかさ、元凶わかんないままじゃん。やっぱりさ、サイドストーリーなのかな？残りの。見て、これじゃない？できるようになったの。ねえ、これだよ、多分。だってさ、こっちのやつはさ、もうデイ4で全部終わってるもんね。ああ、これか。なんか流れでやっちゃった。ヘイ、アンブスはキャプテンオリマー。私はキャプテンオリマー。ウィンドウィンド。ドルフィン号の船長だ。ドルフィン。と言っても乗っていた宇宙船は前回の探索で大破してしまった。ハルフ君たちのおかげで、もしかして帰った後ですか？ホコタテ星に帰ることができたか。今何に乗ってるのこれ。
社長は激怒したの？あ、壊れちゃったから？バラモン、宇宙船を捨てるのがもったいない。ケチだからな。取り戻すまで帰ってくるな。もしかして今度宇宙船を取り戻す物語がここで始まるのか。結局戻るんかい。再びや、確かに。確かに。再び戻るんか。ただいまー。ただいまー、ビグミンたち。ただいまー。しばしの別れを。まあ、アルフ君たちはもう帰っちゃったけど。僕たちは帰ってきたよ。オリマーとルーイの二人は。ビグミン。ただいま。でもさ、使えるキャラ二人なのか。みんな待ってくれてたね。